さあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、高校えー、中学高校受験の嬉しい結果報告をいただくこの時期に思うことというテーマでお話ししていきたいと思います、えー。今日の撮影日が12の火曜日、えー、3月12日の火曜日ですね、えー、高校受験を、県立の高校受験の合格発表の日ですね。 えー、嬉しい、えー、報告を早速、あの、LINE 等で、えー、頂戴しております。本当にまあ、あの、素晴らしい、えー、結果だなと、えー、かなり県立でも、えー、上の、え高、ー、校に、あの、どんどん受かってるんだな、という、えー、連絡、あの、本当に素晴らしい、えー、結果だなと思っております。で、 当然ですね。まあ、うちの、ね、えー、そろばんをやってた、えー、生徒だったり、えー、数学算数をやってた生徒だったりの卒業生から連絡をもらうんですね。例えばそろばんであれば、まあ、中学1年生もしくは6年生ぐらい、え、までしっかりやってもらって、で、その後、えー、中学生活を送って、え、いよいよ3年生で、え、受験をしてると。 でえー、そういう生徒たちもですね1年、2年、まあ、会わないわけですよね。えー、それでもしっかり、えー、こうやって報告をいただけるのは、本当にあの、えー、感謝、えー、感無量でございます。本当にあのありがたいですよね。でさ,さらにまあ、いい結果、いい高校の名前をよく聞きますんでね、えー、本当に嬉しい限りなんですけど。で えー、そんなラインを見ながらですね、えー、感動もしながら、あの、やっぱり、えー、思い出すんですよね。えー、ああ、じゃあ幕張みんなで行ったなぁと、えー、あの時、えー、大会ああだったなぁとかですね、非常に思い出すんですよ。で、あのー、やっぱりですね、えー、こうやってしっかり、えー、1年、2年、えー、3年、 合、えー、わないのに、えー、結果もしっかりこうやって、えーあのー、報告をいただける生徒っていうのは、ですね、まあ、当然、保護者の方からご連絡を頂戴するんですけども、あのまあ、やっぱりしっかりしてましたよね、あの本当にしっかりしてますよね。 あの、まあ、受かって当然だなというか、あの、まあ、当然、えー、受験をした生徒の努力が一番、えー、もうものすごく頑張ったんだとは思うんですけど、やっぱり一時が万事なんですよね。えー、本当に常日頃から、ら、えー、しっかり努力を、えー、積み上げてきてると。で、それが、もう2年3年会わなくてもですね、あ、やっぱり、 やっぱり、えー、あの時、大会に出ながらも、大会に出て頑張ってたから、やっぱりそりゃ、それは受かるよな、という、えー、そんな感じのですね、LINE で報復を受けるたびにですね、えー、そういうことを思い出しながら、あのー、考えておりました。本当にあのー、ゴーリ先生も常日頃から、この一時が万時っていう、えー、言葉はですね、必ず頭の片隅に入れながら、あのー、今この時、えー 明日やればいい、明後日やればいいじゃなくて、えー、今この時の積み上げが大事なんだなというのを心がけながら、ね、まあそうは言っても、えー、うまくはいかない時の方が多いですけどね。はい。あのー、まあしっかり、えー、毎日毎日の積み重ねが、綺、え、麗、ー、な桜を咲かしてくれるんじゃないかなと思って、ね、今回動画にさせていただきました。はい。えー、本当に、あのー、 ここ、えー、受験、えー、おめでとうございますと、えー、中学受験も、まあ、中学受験の子たちはもう、えー、結果聞いてるんですけどね。もうかなり前かな、あのー、に終わってるんですけどね。あのー、本当にまた新しい、えー、生活が始まると思いますんでね。あのー、また少し落ち着いたら、えー、ぜひぜひ、あのー、教室に、えー、顔出してもらって、えぇ、ー、輩たちの顔でも見ながら、あのー、 お話できればなというふうに思います。はい。えー、今回も、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。